三条祭り祭典委員会は3月24日に開いた委員会の後の記者会見で、去年おととしと開催を中止した三条祭りの大名行列と舞込みを実施する方針を決めたことを発表しました。去年は規模を縮小して開催する計画を立てる中、新型コロナウイルスの感染状況が悪化し中止を決めています。もちろん感染状況によりましては、昨年同様、急遽中止ということもありえますが、今のところ何とかやりたいということで、決定いたしましたので、ご報告させていただきます。どこまで行列が行くかというところも含めて、まだ未定の部分があります。とにかくどんな形でも、出していきたいというのは、今のところ考えております。今年は大名行列が現在の形になって200周年を迎えたため、記念事業実行委員会を立ち上げ、行列の歴史や記録を後世に伝える事業を開始することも発表しました。これからも三条に残せるような投げかけができていけたらなというふうに考えています。三条祭りの舞台となる八幡宮です。この八幡宮の春季大祭として毎年5月15日に行われるのが三条祭りの大名行列です。例年およそ500人の市民が参加して運行する大名行列。八幡宮の神輿渡御は1357年に始まったと伝えられています。現在の行列は1822年に三条の領主、村上藩主内藤信厚が京都諸子台に就任したことを祝って始まったものと言われていて、それまでの神輿渡御に先触れや友ぞろいを追加したのではないかと言われています。舞込みです。大名行列が八幡宮に戻り、道祖神、みこし、太鼓などが拝殿の周りを三周して収まる行事で、親が1歳から3歳くらいの子供を肩車して後を追います。舞込みに参加した子供は無病息災、元気に育つと言われています。コロナ禍で初めて行うことになった三条祭りの大名行列。4月12日には行列を構成する三条祭り若集会が連絡会議を開き、参加団体の代表ら30人余りが集まって、今年の開催方法や感染症対策を協議しました。なんですけども、今日こうやって大勢の皆様の顔を拝見して、非常に心強く感じております。いかなることがあってもこの200周年の大名行列、ぜひ、皆様の力で、出していただきたいと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。今年は例年の運行ルートを短縮すること、行列の参加団体が拝殿に戻る舞込みは、拝殿の周りを回らずにそのまま中に入る形を取る観魚祭と、一般の親子が参加する行事の2部に分けて行うこと、親子も拝殿の周りを回らずに4組1列になって順番に拝殿内に入ること、拝殿内に入った子どもの頭を道祖神らが撫でることをやめ、代わりに鈴を鳴らして清め、無病息災を願うことが決まりました。大名行列が現在の形になって200周年を迎えたことを記念して、実行委員会は現在ある資料を広く見てもらおうと、三条市元町のステージ縁側で展示会を行いました。昔の行列や舞込みの写真、行列を構成する団体を解説したパネルなどを並べました。実行委員会では今年をスタートの年として、市民らに祭りに関する写真や資料の募集を実施する計画で、来年以降も事業を続けます。
大名行列に参加する道祖神、通称天狗様を担当する三条道祖神昇参同意会の練習が5月6日から始まりました。行列は3年ぶり、会の練習も3年ぶりです。会員はおよそ60センチの高下駄を履き、八幡宮前の通り250メートル余りを往復して歩く練習をしました。鈴木忠会長は、3年ぶりの練習だったが会員の様子を見て安心した、マスクをしながらの練習で大変だがみんな気合が入っているようだと話していました。会の練習は13日まで続きました。八幡宮にはこの日を待ちわびた多くの市民が集まり、お参りをした後屋台で遊んだり買い物をしたりと久しぶりの祭りの雰囲気を楽しみました。今年は大名行列が現在の形になって200周年の記念の年、3年ぶりに復活した行列には三条市の滝沢良市長と村上市の高橋邦義市長が参加します。村上市長と一緒に、そして皆様と一緒に、今日この最高の天気のもと楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。村上は三条の皆さんと古からご縁をいただいております。そのご縁も数えて200年、このように長い歴史を重ねてまいりました。その記念の日にここにお邪魔をさせていただくこと、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。2年間待ちに待った三条祭りが、再開できることをとっても嬉しく思っております。ひとえに皆様の本当にいろんな形でのご助力があって、今日を迎えることができました。それに恥じぬよう立派な、行列を施行しまして、お祝いをしたいと思います。ご協力よろしくお願いします。それでは出発します。午後1時行列の出発です。道祖神を先導する佐喜友、通称やっこが2人1組で進みます。道祖神です。出発の高下駄は2枚刃、多くの観客が見守る中一歩を踏み出します。はい、ちょっと前を開けてください。下がります。下がります。三条市の滝沢市長、村上市の高橋市長も行列の中に入ります。本庁では沿道の観客の歓声の中行列が進みます。はい、もう10本、はい
感染症対策で密を避けるため、2基のみこしは台車に乗って運行します。行列の参加者は例年のおよそ半分の250人余り。感染症対策のため運行ルートも一の門交差点までに短縮しました。午後3時30分、八幡宮です。三条市の指定無形民俗文化財になっている木場神楽です。およそ400年の歴史がある木場神楽は例年14日と15日に八幡宮周辺の家や店を回り、厄払いの意味を持つ悪魔払いを舞い、その家の家内安全無病息災を願ってきました。3年ぶりに行われた木場神楽は市内の家々を回った後、八幡宮に戻り拝殿前で奉納しました。行列に参加した団体が拝殿の周りを3周して拝殿に収まる行事が舞い込みです。今年は感染症対策のため3周回らずに順番に拝殿内に入る観魚祭として初めて行われました。
午後5時、親子が参加する舞込みです。こちらも例年子供を肩車した親が拝殿の周りを3周してから拝殿内に入り、道祖神や宮司に頭を撫でてもらって無病息災を願う内容ですが、今年は拝殿の周りを回らず4組1列になって順番に拝殿内に入ります。直接子どもの頭を触ることを防ぐため、代わりに鈴を鳴らして子どもたちの健康と成長を願いました。Yeah, look at that.
Thank you.
Thank you.
ね、一番最後だったね。人が多くてこういう活気が戻ってきてくれればまた三条も盛り上がると思うので、良かったかなと思います。楽しかったです。無事に終わることができましたので、なんとか一段落してます。ありがとうございました。もう皆さん出てきてもらって、でもこれだけ皆さん祭り楽しみにしてらったというのが、何より形にできたかなと思いますので、それはまたこれからまた変わっていくと思いますので、来年も祭りできたらなと思いますので。三条市の発表では14日と15日の2日間で8万1010人が参加しました。多くの市民がこの祭りを待ちわびていた証です。人と人とが直接交流することが難しい生活になって2年以上が過ぎました。苦しみ、悲しみ、不安、もどかしさを超え、市民が集い、一つの目標に向かって力を集結させる、そんな大事なことを取り戻すために、今年の祭りは実現したように感じます。200年の節目となるこの日、特別な1ページが加わった大名行列の歴史は、来年も再来年も続いていくはずです。